コンビニにいる。メロンや。お、大好きな。これね、確かタイかどっかの。見たことあるの？買う？ちょっとしょっぱい。え、ちょっとしょっぱいの？え？面白いよ。何それ？うん。私いつものビオンウォーターにしました。ああ、これかけた。テピカジェル。違う。シュッシュ。ピュッピュッって。ペットボトルにも。久しぶり。ズームぶり、うん、すごい。やっぱりスイカ大好きだね。飲んでるね。うん、ね、今日電車多分自粛してから2回目なの。本当？うん、もうドキドキっていうか疲れた。原宿駅に来るまで疲れちゃった。お疲れ様です。どう？大丈夫？うん、なんかでもすごい久しぶりに白塗りしたからなんかめちゃめちゃ疲れた。来るだね。でね、今日はあのもう一人なほちゃんと一緒にみのりのこう展示してるカフェ、そうレピドールで見に行こうかなと思って、今平日のお昼ぐらい、はい、そうだからちょっと空いてる感じするはず。でそしてここ原宿の新しい駅できたので初めて来たの。初めて、うん、めっちゃ綺麗っていうか広い、うん、こんなにスペースあったんだって。あでも確かにもうそこのすぐその橋までこう作っていたみたい。どんどんこうソーシャルディスタンスみたいにもう遠くまで行ってる。遠くしないと。その意識もちょっとね気をつけながら今日は頑張っていこうかなと思います。なほちゃん、ね、マスクめっちゃ変じゃない？え、誰が？なほが？私が受け。え、そう？なんか普通じゃない？なんかあの給食のおばちゃんみたいになってない？っていうか久しぶり、おはよう。ねえ久しぶり。二人ともなんかこうで合わせてきた感じするの。あでももうこれみのりさんが作ってるんだから。まあ、確かに、ね、かわいい。私もそろそろ買わなきゃ。先にラフォーレ。いてない。うん。じゃあ、はい、オッケー。先にラフォーレ。行きます。すぐだね。ここ。ここから出るんだ。ここ。これ明治神宮。で、すぐここに出ます。ね、ここでスナップ撮るならもうめっちゃなんか久しぶりな原宿って感じ。ここが橋のところにこうでかいビルができたね。めっちゃ原宿感が出てる2人とも。ラフォーレの裏口です。見送りみたい。マスクないと。これ、あ、これもある。並んでるところ。ラフォーレどうだった？ラフォーレ久しぶりに来たけど、うん、人めっちゃ少なかった。少なかったんだよね、うん、なんか私入れてたもん。あの、この B1.5 か4人ぐらいしかいなかったかも。そんなもんだよ。うん、私とみのりは外で待ってたの。やっぱり用事が、中に用事がなければね、ちょっと下げようと思う。一応外の方が安全。ちょっと裏道で竹下に行ってみよう。どんな感じだろう。
ロールに来てます。ここで実りの展示があるからそこに行こうと思います。おっと久しぶりすぐ上がりますね。こんにちは、久しぶりです。お久しぶりです。うわ久しぶりしてます。うん、ただウィンウィンのビューレとマスクだから全然あるじゃないか。ああね、なんかこれ、ね、伊達メガネ。そうなんか目を守るために今レピドールに来てます。そしてみのりのイラスト展アラカルト。ごめん、みのりも完全に被っちゃったもういやこここれいつまで。これね、7月19日までやってます。なんかインスピレーションとか教えてくれるの？そうだね、今回は結構お花がメインで、うん、インスパイアされたものを作るので、うん、で、席の近くにちょっとあるみたいな感じで、ここの席は特に2つ近くで見れるので、すごい面白い、うん、席だと思います。面白い席面白い席グッド、おすすめ席です。ここ玄関の目の前です。ここにはついてるやつがあります。うん、まあ結構お店の奥まで全部写真とかも並んでて、まあ、今までみのりが作っていた洋服とかあと場所のところで撮った写真がいっぱい楽しめるから、見てみてください。このカフェのメニューもめっちゃおすすめで、うちらはいつも来ると買ってしまう高菜チャーハンだっていうか、初めて遊んだ時にここだったよね。ここでしかも高菜チャーハン食べてきた。お塩ってするからジニーちゃんもめっちゃ美味しいねってなって、うん、美味しいよ。だって毎回ここに来る時にもう高菜チャーハンしか食べないの。そうそうだからそれもぜひ味見してみてください。そうだね、なんか会った時はここの席だったよ一応あそこの席だったなので、もしちょっとだけ経験したいならそこですそこですね。あとこの前ズームでこうインタビューした時にここのネックレスの話もしてたよね。ここ一応置いてあるから近くで見れる、うん、近くで見れるの。もうみのりのいろいろ才能が見れるところだから。うわっ奇跡の写真が渡されましたっていうか、これ初めての時だったよね。これ2016年。そうだね、2016年に書いてあるね。すごくない？いやもうね、いつも来るたびに私はこの写真をマスターに見せられてるほら、リンリンちゃんだよリンリンちゃんだよって。だって、だって私やってたもんみたいな。難しいでしょみたいな。ね、2016年見てみてください。いもう、何この二人。なんだろう。すごい懐かしい2016年紫だもんね。まあ今日も紫なんだけどまあ本当にここ長いのでみんなもぜひ見てみてください。ちょっと応援してきてくださいね、はい、またまたってここでバイバイするわけじゃないけど、そうだ、ね、また
まあ、とりあえず。エピロールから出ました、ね、なんか結構体力使っちゃった感じはするんだけど疲れました。ここでバイバイ、今日お疲れ体力がゼロになってきた。待ってね、お疲れね、なんか疲れる。ちょっとね、もうそんなにだって座っただけじゃん。あら、ゆいちゃんも疲れてないの？疲れたよ。疲れてるんかい。疲れてるんだけど。疲れてるんかい。でもなんかこう天気にもよるんじゃん。多分。今日はまだマシじゃない？まあね、でもこれから雨降るんじゃん。あ、本当？うん。だからなんかハハするんだよね。わかる。やばい。単純にあの筋力がないっていう。ね。まあこれで終わりにしようかな。今日ありがとう。ありがとう。また。バイバイ。体力つけます。ここ新しく感じになりました。バイバーイ。じゃあね、バイバーイ、お疲れ。はい、それでは今日はみのりとなほちゃんと一日でもないけど、ちょっとだけ原宿に来てみのりの展示見に来ました。まあ今まだこう、まあ自粛は解除されたんだけど、こうなかなかあの、こう外で、まあ、遊ぶっていうところはちょっと不安なんだけど、まあ、一応今日は応援のために、みのりとあとレピドールでお店に行ってちょっとだけ、見に来たんだけど、まあちょっといろいろ話してみたらいろんなお店が大変になっててお客さんが少なくなってるんだから、いいバランスを取れたら好きなお店の応援も一応サポートになれたらいいなと思うから、それはまだ全然こう何をやれば正しいのかまだ全然わからなくて、まあ今日はちょっとドキドキしながらの一日でした。あのまあ一応今日はこう自分を守るためにこれ伊達メガネとマスクをずっとなるべくずっとつけっぱなしで、あとグローブ、これタッチパネルが使えるグローブ UV ブロックなんだけど、まあこれぐらいの足りるかどうかそれも不安だけど、一応これぐらいのことをやってます。まあ、皆さんもぜひ何かアドバイスとか、何かみんな自分たちは何してるのか、もう下でコメント欄で教えてください。それでは今日ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、ちょっと体、こうスタミナがなくなってきた感じをする。まあ、これで終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今ちょっと代々木公園に寄っていこうかなと思って散歩しに来ました。なんかアジサイが咲いててすごいいい感じ。あともう少し雨降るから今のうちにちょっとだけ公園見に来た。あ、やっぱり呼吸は大変かも。全然最近外出てないから意外と疲れる。